アンジュ様にて候ぞや。かく申すは御目のと馬たけやせやね。昨日佐渡市の羽持小学校で開かれた文弥人形芝居の鑑賞会。国の重要無形民俗文化財に指定されてから46年目となる今年、大崎座による三笑太夫が3、4年生の児童に披露されました。鑑賞の後は実際に人形に触れ、仕組みや操り方を学びました。初めて触ってみて、こんな難しいとは思いませんでした。持ってみてかなりアンジュが重かったので、びっくりしました。こういった機会を得て、子どもさんにも文弥人形を少しでも習って、また自分たちがやっていただきたいと思っております。